有江エ町は、長崎県の島原半島にあった町、南高木郡に属した。2006年3月31日、周辺7町と台東合併し、南島原市となり消滅した。島原半島の南側に位置し、島原湾に面する。江戸時代の初め頃までは、現在の西有江エ町域と合わせて、有江エ村を成していた。アリマ現状平覧記などによれば、 1637年に起こった島原の乱では村民全員が参加したが、すべて内地にし無人の村となったとされる。現在の町民はその後の高利北田房の復興政策により、幕府領の四国小戸島や九州各藩から移住してきた人々の子孫であると言われる。有江村は1652年に有田村、熊田村、町村の三村に分かれたが、 1872年に再びアリエ村として一村に統合された。その後村内を東部と西部に分け、1879年に東アリエ村、西アリエ村として正式に分村された。なお行政区域とする。大技は設置していない。旧アリエ町、旧道崎村時代は名の名称を実感に置き換えて表記していたが、1956年の 合併以降は、実感表記を廃止して、本来の名の名称を表記し、さらに末尾の名の文字が削除された。以下、ないは、旧町村時代の名及び実感を表す。調立調立中心駅は、有り駅。一般路線バス一般国道。ありがとうございます。